ベリンガム、今大会ユーロのスタッツ。ジュード・ベリンガムのスロベニア戦でのパフォーマンス、シュート0回、チャンス喪失0回、成功したタックル0回、攻撃サードへのパス成功0回、前方へのパス 12%、デュエル勝率 22%、チーム最悪、ボールロスト16回、チーム最多、彼はユーロの3試合でシュート1回、チャンス喪失1回しか記録していませんか。彼がバロンドールを受賞すると聞いていた。俺の勘違いだったらほんま申し訳ないんだけど、もしかしてベリンガムって課題よ。今日のベリンガムはひどかった。ベリンガム一列下げる価値もないし、レイトップやらせる価値もないし、ベンチでいい。レアルでプレイしているベリンガムとは別人。28号なんかイングランド、ベリンガムもブラジル、ビニシウスもパッとしないので、ドイツに優勝してもらってクロースにバロンドール取ってほしくなってきた。ベリンガムもビニシウスも代表だとカスすぎるから、バロンドールはコパアメリカ優勝したメッシでいいよ。もう勝手にしろ。サウスゲートのせいで今季ベリンガムがバロンドール取れなかったら、サウスゲートは責任取って来季のマドリーの監督就任してベリンガムのバロンドール獲得のサポートするべき。プロはベリンガムだけのスタッツを話題にしますが、実際はイングランド全体がひどいものだった。ベリンガムは悪くないだろ、もともとこんなもん。サウスゲートに起用が悪い。ベリンガムを否定する気はない。こんだけ調子悪いベリンガムをスタメン起用し続けて、キレキレだったパーマーとメイヌーをベンチに置くサウスゲートに問題がある。というか、お前にしか問題がない。ベリンガムに関してはサウスゲートのせいやろ。